すまん。うわ、かわいそう。ぶら下がってるやん。なんか小動物で捕まってる。小さい子らが一緒に捕まってる感じで。来たな。追いかけっこ。わーいわーい。わーいわーいじゃねえよ。見てる分には楽しい。追いかけっこやで、レイも。あれ？いや普通に閉めるんかな。登れるんじゃん。あー。猿おらん。閉めれへん。やだ。うるさい言われた。これか。あ、スパラだ。あ、気づいてへんのマスカ。かも。みたいやな。やめて。でも来てるね。多分そこから動かん方がいいかな。うわー。なんかすごい嫌な絵やなこれ。ねえ。一応隠れてんねやろな。あ、あの子。え、どっから出てきたの。助けてくれたんかな。かもよ。もしかしたらただ単に逃げてただけかもしれんけど。あ、なんで感じただけにいないねお前。もしかしてこいつ今度こそ泣くんちゃう。大丈夫かな。これこっちは別に押すもんないな。どこに行きたいんや。下かもよ。どんどん開けるんちゃう。なんか床下床板開きそうだよ。うん、それどけたらおもちゃ。これうん、逆に押すんやったら逆やと思う、うん、あ、反対どけるんやったら逆やと思う。こうしよう。ちょジャンプ。お前お前なくなってほらほら、持っていってるから。止まった。落ちちゃうんか。止まったから、逆に投げてあれやな。そっておいた方がいいな。バイバイ。あ、あ、ありがとう、さっきは助けてくれて。同じやつな。わからん。またサルまたサルおるやん。え、上におるやん。あー、来たよ。お気に入り。なんか人形作ってる。集めてんやろうな。剥製かなんか。いやー、どっかから上がらなかねんな、これ。いや、あれ、奥の棚みたいなやつ。これか。ただ、見えへんくなるか怖いよね、上の様子。こうか。見た方がよくない上の様子まず。見えへんやん。あらら。手前来て。向こう行ってからってことだよ。これかな、どう上がるんかわからん。どう入んねやろ。あ、はい、入れ違い。あんな分かりさしてると思う。分かれへん。これは？これ登れるとか？登れたな。あーんでこいつ使うんや。うわ、気づかれてる。気づいた。あ、ちょっと頑張っちゃった。お前これで叫ぶんかい。もう慣れて。まあええけどさ。飽きないね。もういや。こちら的には叫びもおもろいから。猿を使って。いない方向に投げ。多分あの人形部屋に入ればいいよね。入りたいんやな、うん、だからこっちあほんで向こうへ私はあっちに隠れとけばいいんか奥の方、うん、あこっちかなるほど。めっちゃ左の奥の方に投げられる。え、どうすればいい。やだやだやだ。どうすればいいんやろ。あそこ登んねやろうな多分。うん、気づくの早いな。
いる？ライフ早くー。ふぅ。間に合う間に合う間に合う。よし間に合った。さあしてある相手は。怖えよ。あれ一匹しかいないんかな。何が？あ敵が。そんなことないと思う。なんか PV で見たとき、もうちょっとおった気がするな。こっちか。もういやや、心臓に悪いわ。オフ。便利。めっちゃびっくりした。腕便利やな、あれ。なあ。あれって聞こえへんのかな、あれ。怖いな。なんかボンと浮いてきそうだ。あ、すみません。いやバレるんちゃうか。あ、はい、はい、ごめんなさいね。やだバレたかな。バレてるやろ。バレてるやろ。バレてるか。バレてるやろ。そういうのは聞かへん。自分から飛び込んだぞ今。もう嫌や。クロックタワー的なのは無理か。デメントか。あははこっち隠れとくか。まあ小学あれ一応学校そこせやし。何してる？分からん。なんか光が入っ光が差し込んだけど来た。月の光が無理なの。このうるさいのが苦手なんかかもしれへん。音鳴ってる間に向こう行く。え、でも扉めっちゃ塞がれてるけど行けるから。でも、ね、断続的に鳴ってるってことはそういうことなのかな。こっち来た。あ、なんか投げない。靴投げる。靴投げるかこれ。怖い。よっしゃ、いいよ、ナイス音。逃げろ。時計のとかも。あ、そもそも。そうやけど、なんで時計があるのかな。なんか閉じ込められてるかな。いけるよ。本だなー。おー、なんか本が並んでる。積んどくしすぎやろ。これできそう。芸術的や。オッケー。上になんかぶら下がってるな。こっちか、おピアノ。すごいもんが、ここに呼び出して切れたらいいのにな。こんなの潰せる。ねえ。もうそこつけよ。誰がこんなことしたの。とりあえずピアノ乗る。やめそう。不協和音。また来てるな、これ。ほんとしたで、ほん。すげえ、ほん、そっちかーい。それはずりと思う。余ったレバーあるよ。ほんとだー。どこにレバーが落ちてるのかな。てか、落ちてんでしょうね。どうせ奥でしょうね。それか、違うな、本だね。怖えわ。レバーこっちまで持ってきて、もうちょっとなんかグラグラとして隠れ場所とかないかな。あ、向こう行ってる。うわ、なんか試合みたいなことしてる。怖い。奥入られへんのこれ。無理っぽいな。突っ返せるせい。諦めた。諦めた。私あっちからピューか。オッケー。諦めてたけど。あ、もうこっちからか。絶対一番奥にあるよな。ねえ、そういうもんだよね。どこ行くのかな。今
今どこにおるんだもん。どこ行ってるの。あ、通られへんのか。登るんか、それ。見えやすい色やな、この。あ、取れた。取れた。あれー。あ、ろうそくやったやな。やってる暇なーい。そうやけど。でもろうそくが途中にあるってそういうことだ。その下にこれとか。とりあえず。で、スルッとカバーする。来るよ。来るよ。あ、走って走って走って。よし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 。あ、なんかあっこに白い。あ、逃げろ逃げろ。よし。えらいえらいえらい。タラカの行き場のない手かも。今回はレバー飛んでた。どうせ来るどうせ来る。あ、レバーやった。どうやって出すのあれ、登れへんよ。ここ開けてもらうの待たなあかんのかな。あら、とりあえずそっち大変ね。ちょっと待ってな。あ、でも音やんだね。いや、それ音出したから来るから思ったけど、あんまないか。いや、今来てる来てる。下通られへんのそれ。無理か。食べたぞ。来へんな。来へんな。なんかあるんまだ。普通にドア開くのか。あのさ、トランクを押したら押せへんか。押したらって私も思ってんけど。深さ的に。届かへんしな。止まっちゃったらどうするの。レバー投げれるとかそういうことないよね。ひょんって。私も思ってんけど、そんなことはしないらしい。これは音鳴る。スイッチ無理っすね。スイッチは無理っすね。来るわ。これは来るわ。それ待って待って待って待っといて。隠れる。すしゃがむしゃがむ。バンバンビー。怖いな。何語やろ。開いたー。走りー走りなんで走られへん。重たいか。走られへん走られへん。いいね。かわいい。やったやった。コロコロ絶対なんか最終的にこっち来そうやけど。パッとやってみよう。パッとやっちゃう。どこ入ったん。あ、来てる。音がする。あ、ピアノが上がってくるんや。で、乗るんやろ。あ、急いで。さよなら、こっちこっち来て。あ、来た。行こう。あっちに行くかな。もっとこっち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 。戻って戻って。オッケー。はい。大変にできました。乗れた。あー、行こう。オッケー。怖い。セーブポイント、あった。どうするの。やり直しか。いや、いけると思う。うん、大丈夫やと思う。いければいいけど。なるほど。やばいよ。びっくりした。シューンで。こっち通れたことな。なるほど。焦るわ。あー、取られへん。すっげえ安心した瞬間を狙われたのかよくわからん。そのやつに登れるんじゃん。あ、いるな。え、なんか今ドア開こうとしてるのかな。あ、してるんですね。なるほど、これで行かなかれ。これは低い。ね、押してたんじゃない。あ、みたいな。倒せた思ってんけどな。引くしか無理なの。あ、いいだよ。あのシュワーンのとこどうするの。シュワーンのとここいつだけ行かすな。シュワーン戻るで、あ、急いでこうか。
斜めていらっしゃる。こういうことですよ。そういうこと固定できるかな。戻るー。戻ってるー。はい。よいしょ。嘘だろ。飛んだりした。飛んでない飛んでない。離した。多分ビュー。完全にちょっと空き切ってから降りた方が良かったかもしれない。せやな。行かなきゃ。いいやん。俺だって5000でいいから。せやな。めっちゃおもろい。気をつけて。はい。で話す。はい、うん。あこまたなんかブルブル。下の影がすごい怖い。貨物されてるぜ。なんかされてる？出荷されるぜ。なんだこの白い。牛姿出すかい。これは。あのアイテムちゃん。あ、オッケー。なんかホッとするような場所なような。暗いから。まあでも何も来へん。あーびっくりした。でも危なかったんかなあれ。そういうことも知らへんな。わーい。わーい。うそー。判定負けか。こういうことや。おーびっくりした。来るわ。なんだピカーって。ピカーって言うな。待って。今のスライディングかな。うん。頭通る思ったわ。どっから？どっから？ピカーって。ピカーって言ってんけど。ピカーって聞こえたんですか。ピカーって言ってんけど。もうねえたあっち。そっちじゃなくてそっちやと思う。なんかだんだん腕伸びてきてない？うまいな。なんか腕伸びてきやすい。あ、なんか届きそうや。あ、一瞬今踏んでうって言ったゲスがしてみると。やり過ごして諦めてくれんのかな。ここまで執着してきてんのに諦めるか。わかる。どうやろう。おお。なるほどな。もう一個？もう一個やな。もう一個やな。やたら情報がすごい。規則性を見よう。今はあれ。どうしたどうした。無理やな。ああ怖いよ。こっち側やもんな。結構腕のほんまに反対か。スレスレ。そうこれやと思う。そうですこれ。この野郎。え、動いてる。ごめんなさい。ああ、そういうことするかな。もうめっちゃ怒ってるやん。でも全然動かなくて。え、死んだら動くんじゃん。死んだら動くわ。そりゃそうやな。よ。え、捕まられ。ああ、捕まればいいんか。乗ればいいとかね。あ、クラッシュバンギックやってたから乗らなあかん思ってた。オッケー、暗い。あいつ腕なくなったらただの短足やもん。隠れ映画。ここが怖いわ。怖いな。怖い。これでチャプターに終了。見てる分は全然ルルエね。今はこの度は最後までご視聴くださり本当にありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録お願いいたします。